皆さんこんにちは。レクリエーション介護士の大園と申します。本日はですね、頭の体操ということで、いくつか脳トレの問題を用意いたしました。皆さんもよろしければこの問題で頭の体操をやってみてください。それでは早速問題に行きたいと思います。どうぞ。今回は足りない数字を探せ。0から9のうち1つだけ足りない数字があります。それは何か見つけましょう。こちらのようにバラバラになった0から9までの数字があります。ですが1つだけ足りない数字があります。この場合足りない数字は9になります。足りない数字は何か見つけましょう。それでは始めます。まずは8問、制限時間は20秒です。第1問目、足りない数字はどれでしょう。正解は4でした。第2問目、足りない数字はどれでしょう。正解は8でした。第3問目、どんどん行きましょう。0から順番に探すといいかもしれません。正解は3でした。第4問目、少し慣れてきましたか。今回は数字の大きさを少しだけ変えています。正解は9でした。第5問目、足りない数字はどれでしょう。正解は7でした。第6問目、自分のペースで大丈夫ですよ。正解は1でした。第7問目、コツをつかんだ方もいるんじゃないでしょうか。正解は2でした。
第8問目、これが前半最後の問題です。慣れた方は10秒でもできるかもしれませんね。正解は6でした。前半終了です。皆さん見つけれましたか？後半はレベルアップして文字が動き出します。少し難しくなると思いますが、挑戦してみましょう。後半は6問、制限時間は20秒です。それでは始めます。今度は数字が動きます。第1問目、足りない数字を見つけましょう。今度は重なっているところが見にくくなっています。正解は5でした。第2問目、足りない数字はどれでしょう。見えている時間が実際よりも短いはずです。正解は6でした。第3問目、足りない数字はどれでしょう。素早く見つけることが鍵になってきます。正解は0でした。第4問目、疲れた方は休憩しても大丈夫です。集中力や観察力が鍛えられていますよ。正解は1でした。第5問目、足りない数字はどれでしょう。脳が活性化されていますよ。正解は9でした。第6問目、これが最後の問題となります。数字が重なる時間が多くて少し難しいかもしれません。正解は7でした。はい、全問終了です。皆さんお疲れ様でした。一度体を伸ばしてリラックスしましょう。大事なのは正解数ではなく脳を働かせることです。同じ問題でも構いません。いろんな問題に挑戦して脳を活性化させましょう。それではまた別の問題でお会いしましょう。バイバーイ。